ポッドキャストでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインです。ディッシュ今日,き今日のお客様はインターパーク倉持呼吸器内科クリニック院長の倉持仁さんです今日はリモートでご出演ですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますいつもありがとうございますこちらこそありがとうございますはい中ありがとうございますはい、えー、今回は前回に続く前回が 8月の第7波と言われていたときにご出演いただいたんですよね、確か。はい、はい、そうですね。はい、今回は第8波と言われています。先生は、えー、今回も5、えー、本をお出しになっています、えー。これは日常を取り戻すために必要なことという5、えー、本です、えー。売れ行きは そんなことは聞くことはないかありがとうございます <laughs> はい。えー、さていろいろなことをお聞きしたいと思います、えー、まず最初にこの第8波と言われていますけれどもこの夏から今冬にかけてきて倉持先生の病院の様子はどんな状態か教えていただけますか はいあの、うん、新型コロナの感染者の方の数が、ですね8月は6000名、はい、9月が2200名、はい、10月が1300名、はい、11月がまた増えて3600名、はいで、12月は昨日の時点で3100名を超えてきてるんですね、うん、であの、まあ、ここ1週間でも非常に状況が変わって厳しくなってきまして。うん 今あの栃木県の医療では、うん、重症なお年寄りがたくさん基幹、うん、病院に運び込まれては入院できないと、うん、一見今あの、メディアなんかではあんまりコロナ取り上げられなくなったので、ほとんどそういう情報って流れなくなってるんですね。し、うん、しかし昨日1日だ、うん、だんだんあの病院内の 院内感染で休むスタッフも非常に増えてきていて、ですね人手が通常4人ぐらいで診療をしている、例えばお医者さんが、ですね、うん、それが2人しかいない状況で、うん、そしてそういう外来の患者さんも毎日300から400人ぐらい、はい、でその中にはそういう重症な、まだ一見軽いんですけど、うん、重症のコロナ以外の方もいろんな病気でいらっしゃるんですね。はい そういった方を入院していただく必要があっても、うん、なかなかもう、病院が受け入れ先が、そういう専門的な治療をする病院が見つからないと、うんうん、5、6時間探して、7か所断られて、うんはい、夜になってなんとか受け入れてくれてるみたいな、そんな状況で、ちょっと悲惨な状況になりつつありますね。えー、それは先生の病院に限らず えー、そこ、ここの病院でそういうことが起きているっていうふうにおっしゃってますかそうですね、うん、栃木県内は、比較的コロナの対策、自治体が中心になって、ですね、うんうん、どこの病院も困らないように、患者さんをこう搬送するような仕組みを、この3年かけて作ってくださってきたんですが、はい、今、もう各二次救急を行う病院がほぼほぼもう入院できない状況で。うん 高度医療を行う病院に患者さんが集中しているような状況で、はい、そこから少しでも軽い方をまたどこか受け入れるところがないかというので、うん、もうずっとそういうやり取りをしているような状況ですね患者さんの中に、まあ、コロナだけじゃなくて例えば認知症なんかを患っていらっしゃる方もいらっしゃいますよね。はい そういうい高齢者の方の入院が非常に多くて、ですねお一人お一人にも非常にこうケアに時間がかかったり、人手を取られたりしますので、一方、現場では看護さん、病棟2人いたものが1人しかコロナで出てこられないという状況で、本当にこう悲惨な状況になりつつありますね。ちゃんとした医療が提供できないそれから 患者さんんをこう選択しななきゃいけないけですねより亡くなりそうなひどい人を選んで治療してそうじゃない方にはもう待っていただくしかないとそんな状況がこの1週間は逼迫してきてきいます、はい、それでも先生のところではコロナで入院した方が今まで650名いらっしゃるんですけど亡くなられた方はまだいらっしゃらない。 はい、あの当院では多分日本でも、すごく早く治療に介入して、うん、早く元気にして返してる病院の一つだと思うんですね。うん、ですから、幸い、早期に入院治療、うん、診断して治療するということを、とにかく丁寧にやっていますので、うん、皆さん、元気に亡くなる方もおらず、ですね退院できてる状況が続いています。 まあこれは先生の持論というより、病気一般に言えることですけども、早期検査、この感染症に関してですね、早期検査、早期隔離、早期治療、もうこれ、も原則だと、はい、その通りですね、医療の現場から言えばですね、うん、今の状況っていうのは、検査ができないことで、外来に患者さんが押し寄せてる状況がある。 皆さん、うん、軽症とはいえ、大事な家族にうつさないようにとか、うん、仕事を頑張ってしてる方が人手が足りない中で、うん、休むのか、休んじゃいけないのか、うん、休んだ方がいいのか、判断ができないんですね、うん、ですから、そういう意味で、検査を早くして、きちんとおのおのですね、うん、どういう行動を取ったらいいのかっていうのを決めたいんですが、うん、それがままならない状況で、外来があふれてしまっている。うん 一方、はい、そういう重症な人がもう路頭に迷うような状況になっていますから、なかなかまっとうな治療ができなくなりつつありますので、うん、非常に怖い状況というふうに認識していますここに今の慶太郎君がいるんですけど、慶太郎君もかかりました、はいえー、先ほどまでいた佐鉄さんもかかりました。えーはい、このお二人は えー、え初期症状で軽ければ、あのー、セルフチェックの上自宅療養が標準になってしまっていてその自宅療養をずっとうち、えー、で過ごして、えーはい、それから復帰してきたっていう今のこの体制ですけども、まあ、こういう方増えてると思うんですが、はい、まあ病院にもなんか来て くれるなみたいなことで、えーはい、治療薬も市販の薬なんか飲んどいてくださいというような形になってるんですけど、はい、これで大丈夫ですかこういうふうに今なってきちゃってるんですけどいやあのこれが大丈夫じゃなくてですね、うん、我々の病院で789月にあのこ、うん 発熱外来を受診した方2万人ほどいらっしゃったんですけど、はい、そのうち1万人がコロナなんですね、うん、でそういった方にアンケート調査を今していて5600名を超える方がそのアンケートに答えてくださってるんですが、はい、コロナの問題ってこの発症当時の軽症 か重症化っていうことだけにフォーカスして、ひたすらそれに対する対策、トリアージが行われてきたんですけれども、そういった方々の今、返信を、データを集計してるんですが、やはり後遺症の問題というのも、きちんと目を配って診療できるようにしていかなければ、本来はいけないんですね。そうういいいったところまでで見据えて治療がが必要かどうかど決めなななきゃいけないはずなんですが 残念ながら検査ができない、うん、治療薬が足りない、うん、そして見る医療機関も少ないという状況の改善が、残念ながらこの3年、されてきませんでした、はい、そういう状況の中、2類だとか5類だとか、保健所の管理の方の話ばっかりがされていて、はい、現実の医療が取り残されてしまってるんですね。うん ですから、やはり自分が軽症だと思っても、お腹腸が破けて、腹膜炎を起こしている人が昨日もいらしてたんですけど、うそういった方って、1日2日遅れると、うん、自分が軽症だと思ってても、命を失う恐れがあるんですねそれはお年に関係なくですか、うん、あのその方は、高齢の80代の方でしたけれども、うん、歩いて元気にニコニコやってきたんですけれども、 そういうい状況なんですねですから、やはりきちんと検査をして、必要な情報を得て、医療的な診断っていうのが、やはり早期に行われる体制作りっていうのがないと、今のようなセルフチェックで自宅療養っていうのは非常に危険ですし、その弊害が今、医療現場では出てきているというのが現状だと思います。今先生ののお話の中で 治療薬が足りないっていうふうにおっしゃってましたね。こ、はい、れはこう、町のこうなんか病院には治療薬は何で足んないんですか、これは。えとですね、もともとそのコロナの治療薬というのが耐久性のような状況になってまして、一部の薬はこう一般流通に載ってるんですが、いろいろな制限があって、例えば飲み薬で、うん、 え使えるものっていうのが3種類今あるんですけれどもそういったお薬ももう例えば最近出たゾコーバなんていうお薬はもうこの1週間2週間全然入ってこないんですね。それからあとある薬も飲み薬が3人分とかですねもうコロナの治療自体する薬がまあ ほとんど配給制度が変わってないっていうのが一つ、うん、それからあと困ってしまうのは、うんはい、例えば抗生剤であるとか、解熱剤であるとか、せき止,止めとかですね、はい、そういったもう本当に10円、20円の薬も、うん、いやもうなんか製造が追いつきませんって言って。うん まあこれ製造自体が今、厚生労働省が製薬のやり方が問題あるということでいろいろストップをかけたり指導している関係で一般の薬もなかなか入りがたい安定供給されない状況ですので残念ながらこれしかないから患者さんにはこれで我慢してくれって言って本当に最低限の治療を。 それも薬もたくさん1人に出せないんですね、数がないですから。はあ、ですからもう、そんな状況で、これ、私、うん、医者を20年以上やってますが、はい、まあ過去には経験したことがないですね、うん、そもそも物がないという状況が、うん、コロナが逼迫すれば、それが増強されてしまうという状況がずっと繰り返されてるんですね。うんうんうん まあ一般薬はあれですよね、ゼネリックというところがちょっと問題を起こして、手に入りづらくなってるっていう噂は聞いてますけども、はい、そのこの特化された薬がこう、まあ、日本じゃ、今、ゾコーバだけで、あとは外国からですよね、はいはい、これはもうちょっと早く、やっぱり国が手を打たなくちゃいけなかったってことですかそうなってきますね。そのの一般の薬が あジェネリックが安定が供給されないような状況になっているのも、ですね、はい、これは長年かけて、やはり毎年毎年、お薬の値段下げてきたっていうのの弊害だと思うんですね、はい、もう1個のお薬6円とか、そんな値段で作ってますから、はい、やはりなかなか作る方も作り手も減ってきていて。うんうん え困ってしまいますし、そういうコロナの治療薬も、結局、その検査数を絞って、重症者だけカウントして、その分だけ薬を買っとけばいいやっていう、非常にこの医療っていうものを知らない人たちが、残念ながらそういう方向性決めちゃってる面がありますから、現場で足りないのに、 全然入ってこないっていう状況がずっと改善されてこないんですよね。なるほど。まあ、そういう現実の病院の対応の仕方に大きく問題が出てることは分かりました。えっ、ー、とですね。はい、ちょっとだけ角度変えて。今、私たちはえー、っと5回目の、えー、はいまあ。私は7。3ですんでえー、5回目のこうワクチンを打ったわけですが。はいえー このワクチンと、えー、それから新型の BA.1.1x みたいな新しいウイルスの変,変異したものとの関係性っていうのはどんなふうにワクチンはですねやはり打っていただくと効果があることは確かなんですが、はい、この辺も情報がしっかり国から出されてない面もあってです、ね、ワクチンの効果は、うん うん、一時的なものに過ぎないということが分かってきたんですね、はい、それから株が変われば効き目が落ちるということもはっきりしてきてるんです、はい、ですからこれから増えるであろうその変異株に対してのワクチン効果が落ちてきているっていうことはもう確認されていますから、はい、あくまでもできる方法の選択肢の一つとして、うんうん ワクチンを使うっていううとといこになると思うんですねなるほどですから、ワクチンと早期の検査、うん、そして治療薬の組み合わせで戦っていかなければいけないんですが、うんはい、薬を十分に準備せず、うん、今、世界中で感染が広がっているわけではなくて、日本や中国が非常に多い状況なんですね。そうで,すねですから、うん、海外からどんどん輸入してくればです、ね、うん、数はね、数は。 あるはずなんですねしかし、そういう動きがあまりない感じなんですね、うん、昔買った分をそのまま出し惜しみして、思うように使えない状況が改善されていないと、そういう状況がずっと続いていますね、はいえー、もう一つ伺います。12歳以下の子供、まあこ これを子どもってくくりでいいのかな、その人たちとワクチンの関係っていうのは、どうなってますか1つ言えることは、ですね、うん、あの特にオミクロン株になってからは、はい、ワクチンを未接種の場合に、うん、コロナに感染しても、ですね、うん、その後通常は免疫できると思いますよね。はい それがです、ねうん、ほとんどできないんですね、特に液性免疫といって、ワクチンでやられる抗体が、はいはい、オミクロンにかかっただけではほぼほぼできないことが明らかになってきてるんです。はあ、ですから基礎、基礎的な免疫って、ちょっとあまりあの、うん、一般的ではないんですが、そういう獲得免疫といって、かかって免疫だけでは不十分で、うんうん、ワクチンを接種した上で、うん 感染すると、非常にある程度免疫がついて、海外は初期の頃に感染者が非常に多く、死亡者も多くて、そしてワクチンもそこで導入されたので、今、感染がある程度お収まってると考えられてるんですが、日本の場合は、感染者が少ないうちにワクチンを打ち出して、ですからトータル的な免疫がついてない状況で、7波、8波と増えているので、 ワクチン効果があまりないんじゃないかっていう不信感の方が広がってしまっている現状なんですね。はあ、ですから、そのコンビネーションというのはどうしても必要でして、うん、そこにはですから、ワクチンを打っただけで、じゃあ、うつらないかというと、そうではなくて、ですね、うん、ワクチンを打った上でかかる人も当然いますから、その時に早期診断して、うん、早く投薬して、後遺症を抑えると。 そういうトータルの医療提供というのがやはり今必要なんだと思うんですね、今の日本には特に。はいはい、しかし一方では残念ながらマスクをしなくていいとかワクチンは意味がないとかいう人もいて混乱しているような面もあるのかなと思いますね,、はいうすねうん、なるほど先生のツイッターです、えー、今,日あ今日2か月の赤ちゃんがコロナでどこも見てくれないと困ってやってきた。 二類、五類だと言ってますがそれは本質の問題とかけ離れてどうでもいい問題きちんと見る体制を介保険制度を守る体制を何類でも良いのでちゃんと作らないと現場は相当おかしなことになっていますというふうにツイートされています、はい、赤ちゃんが見てくれないっていうのはどう,どうすればいいんですかね。いやー 私もあんまりそういう、今まではそういう経験がなかったので、ちょっとどこも見てくれないんですかって言っても、そうですと、困って保健所さんに相談したら、うちに来なさいって言われましたって言って、2ヶ月っていうと、もう新生児といって、やはり専門の小児科の、それも新生児の先生が本来は見てくれなきゃ困るんですが。 コロナの患者さんが多すぎて、まあ、そういった先生方も忙しすぎますし、うん、一方、そういう体制作りが追いつかなかったんですね、幸い、その赤ちゃんは今、元気に過ごして、治療して、ですね元気にしていますが、やはり何か事故が起こる前に、ですね、うん、やはりそういう問題点を早く改善していくべきだと思うんですね。先生は今回ののご本の中で 安心できる日常を取り戻すために必要なことといって、え、いくつかの提言をなさっていらっしゃいます。あのこの提言のうち、ちょっと大事なことを教えていただけますか。はい。うん、あの一つはですね、いろいろその法律的な縛りとか個人の主権の制限とかですね。うんはい、そういう意味で二類5類が論争になってるんですが、今そもそも体調が悪くて速やかに 医療に受診できない状況が少なくともコロナ後ずっと続いてるんですね、はい、その状況は何類でもいいからきちんとまず整えなければいけないもともとある護保険制度が守られた治療が医療ができるというのがこれ日本が唯一と言ってもいい誇っていい点だと思っているんですがそれが今崩れていますですからそれをきちんと構築し直すと。 これは国を挙げて必要だと思いますし、うんうん、コロナに関しては、後遺症まで見据えて治療戦略を立てる時期に来ていますから、うんうん、初めに軽症だからそれでどこにもかかれないなんていうのは、これは医療的な目観点から言えばもうおかしな話なんですね、ありえない話なんです。うん、ですから やはりそういったところの改善を至急、やはり国が温度を取ってですねリーダーシップを発揮してやっていただきたいと思いますね。うんうん、なるほど。えーとまあ、これからちょっとこの第発波が来てこのあと、番最後の12月が3000ってちょっと増えてますね。これはまあ先生に伺うことじゃないかもしれませんけども。 この第8波,8波の後のこの年末年始の,この広がり方みたいなことに対しては何かあの持論をお持ちですか、はい、あの今、感染が増えているのは BA.5 っていう、うんうん、従来の8月に流行った株なんですね、はい、で先ほど大竹さんがおっしゃった、うん、新しいまた株が増えているんじゃないかということをおっしゃっていたと思うんですが。はい 次の波はそれが中心になって、さら、うん、なる感染拡大を起こしてくる可能性が、うんまあ、あると思いますから、はい、やはり年末年始ですね、うんあの、もうどこもそういうメディアも報道しませんけれども、うん やはり大事な家族を守るためにです、ね、感染が収まるまでは、うん、例えば帰省の時期をずらすとかですね、はい、そういった工夫は、もうこれ、各個人の責任でやるしかない状況に置かれてしまっていますから、うん、よくですね、やはり大事な高齢者、うん、子どもたちを守るためにですね、うん、そういう自ら考えて、 あの時期を選んで、ですね、はい、みんなと会うというようにしていただきたいと思います。なるほど えここまで聞いてで小島さんは何かご意見をお持ちですかいやいやもうあの本当にね皆さんにはさらに今日の先生のお話で詳しく知りたいなということはあのご本にいろんな実例も含めてデータなども全部ね出ておりますのでぜひお手に取って読んでいただければと思います私もこれ拝読していろいろとあそうなんだなとこうあの不安が少しね解消したところもたくさんありましたのでえ改めてご紹介します。倉持人のコロナ戦に あの一二の二ですね。はい、倉持人のコロナ戦記二。日常を取り戻すために必要なこと。コロナ二万人診断、戦う臨床医提言。五、うん、本です。え泉町書房から好評販売中です。うん えー、そしてですねあの倉持さんお忙しい中で今年10月から東京医科歯科大学の客員教授にも就任されたということであ忙しいのにそうなんです、うん、あのでもねあの引き続き、うんえー、本当に専門のあの知識をお持ちで数最前線にいらっしゃる方として今後ともあの番組ではいろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますぜひこの先生からの提言集皆さんも年末年始ゆっくりお読みくださいうん、うん、倉持さん今日はありがとうございましたどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますこちらこそお願いいたしますはい 小竹メインディッシュ本日のゲストは倉持人さんでした